僕が言ってるのはこう姿勢とかそのね、あの姿勢とか前にこうやってやられたからさ、こうなんていうの、その宣伝もらうとかっていろいろ言いましたけど、あの宣伝ね、こう来たら来てこうなったらやられちゃうから、だから宣伝もらってるとかね、宣伝で、すぐなんかで宣伝もらってる、それでなんかそういうのをやりますね。で転換の時も前にいないで、ここにいたんだけどいない、それで宣伝もらってる、そういうことをね言うて、これ基本だと思うんですよね。あの荒川先生が前にいたらやる、前にいたらいるからやるって言うんだよって言われたんだけどね、あの前にいたらやられたんだから、だから最優先はやられないことだから、でやられないためには前にいないことだから、こっち逃げるのもこっち逃げるのも同じだけど、まあ要はここにいないってことで、彼の相手のこの正面にいないって背を張る、そういうで自分の姿勢割と大事だから、割とすごく大事だから、いつでも何でも対応できるっていうふうにこうセンサーを敏感にして感づいてる、そういう形ね。で少し転換やりましょうかね。で姿勢がいいですね。で必ず次手はあるんだけど、まあこれ稽古方法だからこう見やすくなって姿勢はで次対応できるようにこういうところをね、いろいろ感じて、こういうとこって緩み、ジェイさんもおっしゃってましたけど、急に緩んでて急にこうやって緩みは取れないからね、こうやってやってる間に緩み取ってんの、知らない間に。でもここで緩み取れてるの。でどこで緩み取れるか知らない、ここで取れるかもしれないし、でも緩みより力で、そこから力でやっちゃったら切れちゃうって話で、だから緩みは取れる、どこで取れるか知らないけど、こう離れてて、ここで取れるかもしれない。ここでこうやって緩み、これは緩んでない、緩んでる状態で、これ緩み取れた状態で、ここでもこれ緩んだ状態で、ここで取れた状態、それでそのままずーっとこう、ここ疲れ出てないの、こう割れ、ここ、そういうのがコツじゃないかなと思うんですよね。あ、それはもう練習するしかないんだけど、あの感覚だから、感覚だから、このこうやってやれよって言ったってダメなんだよね。練習するしかない。だからいろんな人とやって、こう緩み、こうと、それからどうするかって話だからね。でその時に力抜けてた方がいいんですよね。で力強いと、あっちえなこいつってなっちゃうの、こうやってこうやってこうやってったら、こう力入りすぎだよお前って、そういうふうになっちゃうね。だからおい、緩みは取れてんだけど、こうずっとこうなんていうの、緩みのままでこういければベストだと思うんだけどね。でそれはもう稽古しかない。で、J さんのあの1から5行までだから、すごくいいんだけどね。で、そういうの、じゃあちょっとやってみようって、僕らもやったんですね。僕らもやったんですよ。J さんとは全然関係ないんだけど、最初に1挙やって、最初に1挙やって、そして、こう、ね、1挙でしょ。そしたらこう、2挙。これ2挙かな。まあ、こうやってもいいんだけど、こうやって2挙。そしたら、このまま3挙、こうやって。で4キロはこれ緩めて4キロか、それで、まあ、5キロはやらなかったんだけど、まあ、このままね、で4キロはこういうのねちょっとやってみようかな。だけどね、J さんは今やったとおり僕が説明するのかしら、僕らやったのはこう出てきて1キロね、1キロまっすぐ出てきたらダメですね。この肘、息を肘って押しちゃう、これね、肘で、ここにいたらやられちゃうから、こっちか、こっちね、こっち、そして息を出てきたら今度この手あるから2丁、まあこう来てもいいんだけど、で、こう3丁ね、それから4、あ、そしたらこれを緩めていくと4キロ、そしてまあ5キロはよし、こう2、3、こういう感じでちょっとやってみようかなと思ったんですよね。こうやってやって、で、1、そしたら3キロ、
で緩めて4キロ。じゃあちょっと2キロから4キロまでやったけど、やってみようか。ね、やってみましょう。あの背中のところはすごく難しいよね。この2キロこうに、なんだ、2キロでガツン、3キロでガツン、4キロでガツンじゃなくて、このカチンって入った状態をキープしておくっていうのがすごい大事なのね。それが練習だから、あの4キロやることが練習じゃないし、3キロやることが一つ一つのバラバラ分裂してる技じゃなくて、今やったっていうのはそのカチンって、そのレイ先生が言ったようにガチンって、その入って、その入ったそのこの肘ね、肘、それから2キロに行くとき、こう1キロでこう落としてきたんだけど、この次2キロに入るとき、こういうふうにほら、こうカチンって入ってないと、これこうやっちゃうことになっちゃうけど、だからそのつなぎが大事。この2キロに入ってきてるんだけどね、こうやってでこうやってやる2キロなんだけど、まあで3キロに行くときも、まあこういう形から3キロに行くときも、こうカツンってやらないで、こういうふうにほら3キロに、あの入った状態でやるっていうのは大事。4キロのときもこれ緩めてきて4キロ、ほらこう4キロだっていいんだ、った方が大事な、あのいいと思うんですね。だから優しくやった方がいいんじゃないかなと思って、みんな上手いから3キロ4キロみんな練習してるから、3キロ4キロはすごくないんだけど、そのつなぎのところがなんかバラバラになっちゃって、手をこけちゃってこうやって2キロ入りに行っちゃうとかっていうのがあるんだけど、こう行ってる途中にこういうふうに2キロ持ってきたのかもしれない。入れないのを無理して取ってるわけじゃなくて、こうやって動いてきたから自然とこう取れたんだよね。動いてきたから自然とこう3キロだったのかね。動いてきたから4キロだったとか、そういう感じにやった方がいいんじゃないかなと。まあそういう感じ、まあ難しいけどやるって言ったらいいじゃあ、もうね、同じようにもう一回やってもらう。じゃあ今度はじゃあ5キロとか6キロ入れてね、少し その辺理解してね、その辺が一つ一つの技うまいんだから、だから一つこう来たら一つ目は点外して1キロ、それで3キロ、ここは3キロね、3キロ。で、嫌なのはこういうところだね、こういうところ注意して、いつも足は動いて重心もらってるよって、そういう感じでやった方がいいと思うんですね。足止めちゃうと、足止めちゃう、ほら向こう行っちゃうから、だから必ず彼は動いてくるし、自分も動いてて、いつも狙ってるって感じ。そして4キロ、そしてまあ5キロだったらこうかな、こうね、5キロね、こうかな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 、6キロだったらこう、あ、こうかな、こうだ、まあ、そういう感じね。で、それやってみましょう。こうね、こう、そして2キロで、その時もこう、つなげばで、入ってくれば来るほどやられちゃうの、やられちゃうの、だからやられちゃうなと思ったら、行かないで、こう、ほら、こう、間、で、3キロも入ってくれば来るほどやられちゃうの。やられるケースが多いから、こうね、2キロでこう、踏み落としてさ、3キロ入ると、こうやって、また入ってくる人いるんですけど、力ある人は、こうやって、こうやって、やられちゃうからね、だから、こうやって2キロで来たら、3キロやるときは、少し離して、この手、それから4キロ少し離れてる、その方がいいんじゃないかなと思うんですよね。それで5キロ、彼はその受け身の人は主体でやったんだけど、僕らはそういう感じね。あので6キロで、6キロの時はこういうところとかあんまり持たないで重心を押さえてる、そしてじゃあ6キロぐらいまでやってみましょうか。あのね、5キロみんなちょっと言いますよ。5キロね、5キロみんな難しいって言ったよね。こうやってやったのと同じ、これ5キロでさ、こうやって僕の手がこっち来たら緩んじゃうんだから、
なるべくこっち上げときたいわけね。ほんと肩が張っちゃったらブチュッてやられちゃうんだから、肩は下げてくるんですね。っていうことは立ってやっても同じで、立ってやっても同じで、この手はなるべくこっちへ回しときたいの、ここの手が。だからね、カチャンって入ってるんだけど、こういう人もいるしこういう人もいるし、人に柔らかさによって、それからこの肩上がっちゃったらこっち向こう行っちゃったらここになっちゃうから、だからこの肩は上げないの、だからこう止めとかなきゃいけない、止めといてこうになったの。だからこれね、これこっちだよね、これこっちで、それをこういうふうにやって合挙みたいな形にしてるの。だからこれをただ押すわけじゃないし、これを押し付けてるわけじゃないんだけど、カチャンと入った状態で緩みが取れてるって状態、緩みが取れてる状態でこういう動き、それで六強がこっちこっち出さなきゃいけないから、こうやってなしね、でこうじゃあ こっち足出してるとやられちゃうから、こうやってで、ここはまあ関係によってもうここ関係ないやろうけど、要はここに落としちゃったってそういう形だよね。そういう感じでやってるんだよね。じゃあ分かんなくなったらこういう寝てとか、一つ一つの技でどういうイメージでやってたかっていうのを思い出せば、二挙の場合はさ、二挙の場合は五挙と違うのは、このこっちね、こっちパパラーってやればこうね、ねじれちゃうんですね。これパッと落とすんじゃなくて、ここの感覚はやっぱりいっぱいまで、そしてこうね、でこういうふうに、こう脇、自分の脇をこうに締めてくる感じで、カツンってやらないで、そーっとこうですね、そういうふうにしてるんですね。だから、やられた時とか、そういう、一つ一つはみんなうまいんだけど、ちょっと忘れちゃうとね、そう、あの、つながりが大事だからね。で、せっかくそういう、カチャンと入った稽古しましょうねって言ってんだから、その、つながりのためにこういう稽古をやってみたら、あの、つながる。一つ一つの技はあんまり見とかない。もう、なんだね。もう終わるか。あと一個。じゃあ、じゃあ座って、呼吸やりましょう。呼吸ね。これも、同じなんだけどさ。ね、ここでやったらやられちゃうんだから。じゃあ、なんていうのかな。このカチャンってせっかく動いた、せっかくイメージしたのが、これ以上やったらやりすぎ、だからこのままこう出るとこう、ほら、つながってるってことね。で、これ力でガツンっていって、力でギューンと倒してるわけじゃないんだね。だからコロ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 、この力入ってないんだけど、ほら、今グンってきたよね。力は抜けてんのだから、こういうところ抜いて、こうほら、つながってんの、ね、緩みが取れてんの、ね、だから人によってはこうなるし、人によってはこうなるんだけど、それは藤井さんだからこうなってる、緩みが取れてる、ここで力が抜けてる、そういう状態でやってほしいよね、こうね、そういうことだからね。あのせっかくすごくいい先生でいろんなことを教えてくれてるから、すごくいいと思いますよ。まあそれで少しやりましょう。